ゴルフをご覧の皆さん、こんにちは、宮下です。ブリヂストンのブリヂストンゴルフテストセンターというところにやってきました。こちら清水さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この施設ではブリヂストンゴルフが作っているボールのテストが主に行われている場所だと聞いて見学しに来たんですけども、主にゴルフボールの開発品質管理に使われているテストセンターになります。今リンゴルフでなぜかボールの話をするのを増えてきておりまして、そういった話を聞ければと思いますので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。ここは結構広いところですね。全長が430メーターあるんですけども、はい、フェアウェイの長さとしてはですね、これを写真を見ると分かりやすいですが、このティーグラウンドから、端の林までが380ヤード、幅がですね、100メーター、フェアウェイで60メーターぐらいの幅がありますので、プロの方アマチュアの方が、来ても、向こうに届くことがない十分な広さのテストセンターになってます。実際プロの方やアマチュアの方に来ていただいて、いろんなゴルフの条件でテストしてますので、グリーンも3面用意してますし、バンカーもきちんと用意していろんな条件がでテストできるようになってます。ボールを打つマシンですよね。そうですね、ショットロボって言われてますけども、はい、ゴルフのスイングをですね、精度よく何回も打つためのマシンになります。1日に800球とか1000球とかいろんなゴルフボールを打って、その飛びの性能を評価してます。はい、打ちます。どのくらいのスピードで打ったんですか？なんか300ヤードくらい飛んだように見えるんですけど一般的な女子プロゴルファーの条件ぐらいのヘッドスピード、ボールのスピードで飛んでます。大体ボールっていうのはどういう条件でどう使い分けてテストされてるんですかね？ロボットはいろんなスイングを再現できますので、主にプロゴルファーの条件とアマチュアの条件と2つでやることが多いです。このカメラで、ボールのスピードと角度とスピン、この3つを測ります。左側はどういう状況なんですか？ですね、今写真が2枚、左と右で見えると思うんですけども、左の写真が打った瞬間の最初の写真、その次がしばらく後の写真になります。その 0.01 秒とか。そうですね、ボールのスピードとその角度とこの縦線の計測によってスピン量を測ることができる、このポールに設置してある上にカメラがついてまして、このカメラで人の目から見た弾道が、どのような高さで飛んでいくのか評価してます。黒い点々がボールの軌跡ですね、この最高点の高さを評価したりしまして、高すぎないか低すぎないのか、そういったことをちゃんと評価してます。ボールがどこまで上がっていったか。そうです、ね、最高地点みたいな。最高地点ですね、弾道をレーダーで追尾してます、なので、実際に打たれたゴルフボールがどう飛んでいったのか、この緑のラインがそうなんですけども、どのような高さでどこまでキャリーしたのかというところまで追っかけてくれます、なるほど。風風向風速計のデータになりまして、実際打たれたボールが、風によって左右されてしまうので、飛んだ飛ばないというのが風の原因じゃないのかどうかきちんと見れるようにしてます。ボールによって風の影響を受けやすい受けにくいってあるんですか？ありますね。主に、影響するのがやっぱりそのディンプルですね、ディンプルの弾道高いものというのは風に影響されやすい、アゲインストで飛ばなくなってしまったりしますし、逆にフォローでは高いボールの方が飛ぶというところがあります。ツアー BX というものなんですけど、これは主にプロゴルファー用に作られたボールでして、少ししっかりした打感にはなるんですけども、よくスピンのかかるタイプのボールになります。で、次に打ちますのは、ファイズですね。これはディスタンスタイプと言われる、ボールで、特に低ヘッドスピードの方によく飛ぶような設計になっております。このツアービーツプロ用のものはやっぱりスピンがかかりますので、少し駆け上がるような弾道で、飛距離としては、一般のアマチュアの条件で打ったら出にくいボールになります、ただこちらのファイズの方は、そういった方にも、飛距離を最大化する機能がありますので、スピンをしっかり減らして、遠くまで飛ばすことができるという、なるほど、性能になってます。で、ツアビはスピンの方だと。そうですね、はい、分かりました。じゃあお願いします。はい、
確かにファイズの方が、あの中央のピンの奥の方まで行った。先ほどのツアー BX よりも、スピン量が600回転、700回転ぐらい減っております。これがこのファイズの特徴でして、ドライバーで少しスピンが多くて吹き上がって飛距離をロスしている人がしっかり低スピンで飛ばすことができる、そういったボールになってます。見た感じだと先に飛んでたように見えましたけど、はい、あの飛び姿としては、はい、あの少しこう弾道が強いというか、はいはい、ドロンとこう行きましたよね、はい、の弾が伸びるような感じの弾道に見えるかと思います、はい、うん、今日みたいなあの無風もしくはフォローの風だと、うん、キャリーの位置自体はそこまで変わらないんですけども、うん、あのスピンが減って弾道が少し低くなりますので、うん、こう落下する時の角度が鋭く、うんうん、かつこう転がりやすくなりますので、うん、そのキャリープラス、ラン、うん、ボールの転がりで、ツアータイプよりもかなり、なるほど、はい、飛距離が出てくる性能になります、うん、とまずはこのツルツルのボールを見ていただきたいんですが、この中身は一般的なゴルフボールの構造になってまして、うん、普通のゴルフボールですとボコボコのこうディンプルと呼ばれる、はい、あのものがあるんですけど、これが非常に飛びに重要でして、一体このボコボコがなくなるとどの程度弾道が変わってしまうかというのを実際に見ていただきたいと思います、うんうん、お願いします。それでは打ちます。はい、お、全然飛ばない。なんか滑った風にも見えましたけど、なんかボールがつるって、まあ、滑ってはいないんですけども、飛んでる最中に前方にある空気がですね、はい、ゴルフボールに回り込むのを、ね、回り込みやすくしてくれるんですね。その目的というのはですね、ゴルフボールに揚力と言われるボールを上に引き上げる力を増やしてくれる働きがあります、うん、なので、リンプルがない、ボコボコがないボールは上に上がりきらずに、あのすぐにストンと落ちてしまうような弾道になって飛距離が全く出ないです。普通のボールの半分以下ですよね。全然飛ばなかったですよね、はい、リンプルというのはですね、なのでゴルフボールの飛びに非常に重要な要素で、これの設計、いかに設計するかで飛びが全く変わってきてしまいます。そっか、なんかゴルフボールしたらより中のコアかなって思ってたんですけど、よりリンプルなんですね。そうですね、今度は半分ツルツル、うん、半分、リンプルがしっかりある。なんか変なとこ飛んできそうな感じしそうですけどはい、これを打ってみたいと思います、はい、置く方向としては、リンプルのある方を、フェアウェイ向かって右側、うん、このように設置して飛ばしたいと思います。へー、わーすごっ、めっちゃ右に行った。おー、めっちゃ右に行きましたね、はい、しかもあんまし飛ばなかった、はい、あのリンプルのある方だけ空気の速度がすごく速くなってますね。なるほどなるほど。そうすると空気の流れの速い方にこう引っ張られることになります、うん、なのでリンプルがある方ある方にこう、そうか、巻き込んでいくんですね。リンプルはその前に空気のそうですね。なるほど、はいはい、抵抗がなくなるみたいなことですか。抵抗が少なくなります、うん、はい、ゴルファーがいかにまっすぐ飛ばしたとしても、うん、リンプルの設計がおかしいと右に行ったり左に行ったりすることになります。じゃあもう個体差とかあったらたまったもんじゃないですよね。そういうことですね。はい、なのでまあ我々としてもその品質のには非常に力を入れてまして、うん、まあ、そういったことが起きてないかどうかしっかりと管理して、製品を作っているということですね。今ゴルフボールっていうのはどういうものが求められているんですかね。ツアープロはですね、やっぱりそのただ飛ばせばいいというわけではなくて、その操作性ですよね、コントロール性能を非常に重視しますので、うん、やっぱりある程度そのスピンがかかってくれないと、まあ、コントロールできない、うん、まあ、特にそのアイアンとかあのウェッジ、グリーン周りのスピン量というのが非常に大事になります。その中でいかにこうドライバーでちゃんと飛ぶかというところが評価のポイントになります、うん、アマチュア用ですとやっぱりそのアプローチスピンよりも、ドライバーの飛距離しっかり飛ばして、うん、まあ、あの爽快にプレーしていただくということが、一番大きなニーズですので、うん、まあ、そこを重点的に強化することになります。なんか最後の最後選ばれるボールっていうのは どういうのが決め手になるんですかね。実際のアマチュアプロの方に打っていただいて感想をもらって、あ、これならいいねっていうのがあって初めて製品になるということです。わかりました、ありがとうございます。何ですかねこれは。はい、これは私たちがラウンチャーと
言ってるものでして、はい、野球のピッチングマシンと同様の原理ですね。空気圧でボールを押し出しまして、それに対してこの車輪でスピンをかけていきます。このマシンの特徴としては、自由に速度と角度とスピンを決めて、どのようなゴルフボールでも同じように打ち出すことができます。先ほどのロボットと違ってボールを直接こう潰す必要がないので、どのような中身のゴルフボールでも同じ速度、同じ角度、同じスピンで飛ばすことができます。なので先ほど重要だった、ゴルフボールですね、ディンプルですね、はいはい、このボコボコが、飛びにどう影響しているのかというのを、評価することができるマシンになります。クラブによる違いもないっていうことですよね。逆に言うと、そうですね、クラブの影響もないです、うんうん、はい、これ一回ちょっと飛ばしてみてもらってもいいですか。わかりました、はい、今日やるのは、まず、私たちが宮里愛条件っていうのですね、はい、彼女ぐらいの、女子プロぐらいの速度で、うん、打ち出すんですけど、スピン量をまず2000回転から始めて、4000回転増やしてみたいと思います。うん、2000回転。逃げたかな。はい、もう一発お願いします。いった、まっすぐ飛んでいった。倍にしてみたいと思います。おー、上がる、上がっていく。スピン量が多いと、先ほど言った通りですね、ゴルフボールの空気に対する抵抗が多くなりますので、うん、どんどん上に駆け上がっていってしまって、こうポトッと落ちてしまうような弾道になります。そうすると、キャリーも出ませんし、転がらないので、飛距離としては先ほどの2000回転と、10ヤードから20ヤードぐらいの飛距離差が生まれてしまいます。一般的にその高打ち出し低スピンがいいと言われる理由は、はい、こういったところにあります。じゃあ次に、はい、じゃあスピンが減れば減るほどいいのかというのを見てみたいと思います。低い方がいいんだけどもってことですよね。そうですね、はい、ゼロ回転ボール。うわあ、歪んだ、ナックルだ。右に行って左に行きましたね。今左に行きました。はい。おお、下に下がった。スピン量がゼロになってしまいますと、例えば野球のナックルボールとか、サッカーの無回転シュートのように、空気の抵抗が今度また大きくなってしまいまして、その空気の微妙な流れで右に行ったり左に行ったり、こう予測不可能な弾道になってしまいます、コントロールできませんし、はい、飛ぶわけでもないので、ゴルファーにとってはあまりよろしくない。これで理想的な回転数はじゃあいくつくらいになるんですか。そうですね、スピンが多すぎても少なすぎてもやっぱりダメ。もちろんヘッドスピードによりますけども、理想的にはやっぱり2000回転から2500回転ぐらいで打っていただくと、ゴルフボールの飛距離としては非常にいいと私たちは思ってます。それはドライバー、アイアン、どちらでも。ドライバーですね、どちらかというと、はい、アイアンの場合は、少ない方が当然飛ぶんですけど、今度はこうグリーンに止まらなくなってしまうので、そこはやっぱりバランスが必要になってます。あ、じゃあまずはドライバーで2500、2000の間に行きやすいものであり、はい、かつスピンもそうですね、かけやすくなっていて、はい、パターのフィーリングもいいみたいなボールが好まれるって。完璧ですね。あ、はい、ブリヂストンさんでは普段ボールをどういうふうに、なんかいろんなバリエーションがあると思うんですけども、作り分けているのかっていうこととからまずお聞かせいただければなと。プロゴルファーの要望というのは、スピンタイプの2種類に集約されてます。プロはですね、ちょっとしっかりめの手応えのある打感で、コントロール性のスピン量を重視しますので、その中でなるべく飛ばしたいというのがこの2つのものになります。違いとしては、ちょっとしっかり感の強いものと、
柔らかさが際立っているのと、まあ、2種類。しっかり感というのはどちらかというとドライバーとかフルショットですね、はい、それのドライバーでこうしっかり手応えがあって、うん、こうボールを押せるといいますか、うん、芯のあるような打感に設計しているのがこのツアービン X と呼ばれまして、こちらですね、ファイズはですね、まあ、プロというよりはこう飛距離重視のアマチュアの方に使っていただくことを、想定して作ったボールでして、まあ、特にその柔らかくまっすぐ遠くへ飛ばした、まあ、そういった要望の方に、先ほどのスピン量ですね、うん、最適化したようなボールになっています、うん、特にドライバーショットで、ちょっとスライスしたりとかヘッドスピードも低くて飛距離が出ないなっていう方にはぜひ試していただきたいボールですね、うん、こっちの方はそうですね、はい、コアも外側のカバーもスピンを減らす初速そのボールのスピードを保ちつつスピンを減らしていくような、工夫がされています。まあ、そのアマチュアの人は上がりがちっていうところがあって、ね、はい、落とす方法、はい、あとブリヂストンさんのボールってなんかそのデュアルディンプルとか、 なんか他と違いがあるっていう話を聞いたんですけど、はい、それも、ね、はいはい、もう一個あるんですよね。もう一個内側に、デコボコがあります、はい、あります、はい、これすごく小さいんですけども、うん、効果がちゃんとありまして、うん、二重の内側のちっちゃいディンプルまで空気がしっかり入り込んで、うん、流れることでよりこう空気の抵抗を減らしてあげる、ボールのスピードをこう飛んでいくうちにだん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 遅くなっちゃうんですけど、はい、この遅くなり方をこう弱めてくれるような方が弾道の初期、はい、飛ばした瞬間に発揮されるのがこの 2つ目のなんか伸びがあるみたいな感じなんですね。そうですね、他のボールよりは、はい、でこう落ち際ですね、はい、最高点までボールが伸びてると落ち際今度はボールの速度が非常に遅くなって、うん、キー一つのディンプルして働くので、うん、今度はその遅い時にもこう揚力を維持してくれるんですかね、こう浮き続けてくれるような効果があるので、うん、より飛距離が出やすいっていう、そういうことですね、はい、あとこれ関係ないんですけど、僕ブリヂストンのこの B のロゴがすごい好きで、はい、ありがとうございます。とりあえず気持ちよく触れればいいやっていう気持ちになれるから、はい、こうなんか真ん中にあるのがすごく気分がいいんですけど、うん、そういうつもりで作ったんですか。あ、いや、そういうわけじゃないんですけど、はい、いろんな使い方をされる方がいて、そういう意見ももちろんあるんですが、振りやすいって感じがしますね。 PGA のプロが、ぜひこのマークでボールを作ってくれ、かっこいいから、かっこいいから、ということが、かっこいいから、はい、はい、うちのボールを使っていただいている方みんなこれがいいって言い始めて、あ、これがかっこいいんだってことなんですね。でそこからこう社内でも広まってきまして、じゃあ個性ですね、個性ですね、ブランドであり、はい、そういうことですね、はい、ここのテストセンターでは世界中の工場で作られたボールがやってきてその品質が全く同じになるように作っていたりとか、あと近くの工場で作っている試作品を実際に打ってみたりとかやってるっていうことなんですよね。だからここにはもうブリヂストンのボールの全てが集約してるっていう。そうですね、はい、ボールは何でもいいやってことじゃないですね、これはね、自分で決めていかなくちゃいけないなと思いました、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい。